3月9日、松山市一番町3丁目の晩水荘で震災復興5年の歩み展が開かれています。この展示会は東日本大震災が起こってからの5年間、被災者たちへ支援を続ける方々や被災地の方から提供された現地での復旧作業の様子や街の風景を撮影した写真およそ120点を展示しています。ちょうど5年になりますので、被災地の現在がどんな状況になっているのかぜひ知ってほしいなと思って、被災された方々および支援に行っている人にお願いしまして、現在の写真も被災当時の写真と合わせて展示していると、そういう内容になっております。南海トラフが地震を起こすというふうにね言われてますので、ぜひ遠くの事件ということじゃなくて、自分たちの身近にもこういうことが起こりうるんだと、そういう気持ちというかそういう備えというか、やっぱ自然といかんのかなというふうな動機づけになればいいかなと思います。これは女川なんですけど、町の中心部が壊滅したところなんですけど、こちらに津波の引き波で倒れたビルがあるんですけど、今現在は復興のために取り壊されているんですけど、そのちょうどビルの前にこの空き缶が落ちてたので拾って帰りました。土に帰ってしまうようなものですけど、自分の気持ちの中にいつまでもあったらいいかなという形で持ち帰ったものになります。いろんな難しい問題がいろいろ今までにないことがだんだんと出てきているようですけど、元気に前向いていける、そういう日々が続けばいいなと願っております。この展示会は13日まで晩水荘で開かれています。